はいどうもパルプンテージ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は酒井宏樹浦和移籍完了ということでございまして、まあ、以前から、ええー、噂のあった酒井宏樹選手の浦和レッズ移籍が正式に発表となりました。ええー、ほありがとうございますということでございまし本当ウェルカムトゥーザー、ええー、浦和レッズ酒井宏樹ということでございましてですね、じゃあこの酒井宏樹のニュースだけお伝えしても面白くないということで、では大予想ということで、まあ、酒井宏樹だけで ではなくてですね、えー、ショルツ、えー、ディフェンダーショルツ選手の加入も浦和レッズ決まっておりますのでじゃあ後半戦どうなるのか浦和のスタメンはこう変わるというのは複数パターン用意、えー、しております3バック4バックいろいろ考えておりますのでよかったら見ていってくださいということでございましてです、ねまあ、やっていくんですけどその前に、ね、このチャンネルはですね浦和、まあ、レッズとか、えー、あと九州の J リーグクラブのお話もしておりますので浦和、えー、レッズのサポーターそして九州の J リーグサポーターの方々よかったらチャンネル登録していってくださいと ということで、にございまして、早速行きましょうかね。じゃあ、まずこちらでございますけれども、最初これ、えー、451ということで、まあ、これは今シーズンのここまでの基本フォーメーションで、えー、ございます。まあ、ボランチのとこは伊藤敦樹だったり、阿部勇樹だったりとか、まあ、えー、しますし、そもそも41、41、え、のー、試合もありますので、これっていうスタメンではまだないのかなって感じがしています、ね。で、まあ、右席ね、まあ、ここ田中達也でもいいのかなとか、まあ、えー、いろいろ考えたんですけども、まあ、えー、ベーシックな形で言うと、今シーズン、主にこの こんな形だよね中古ではこれがじゃあどう変わるのかということでまあ、えー、最初は 同じフォーバックパターンで言うと、まあショルツ選手がベタに岩波選手のところに入るんじゃないかなって思っております。まあここ右ショルツが右なのか左なのかっていうのはなかなか難しいところでございますし、まあマキノのところもできる可能性もあるということで、この辺はまあうまく使い分けながらやっていくのかなっていう感じがしますね。えー、割とこのセンターバックのとこって、まあ左はやっぱマキノだよねとか岩波は左やんないよねっていうのが結構、えー、あるんですけども、もまあこのサイドアタッカーよりもやっぱり。 センターバックの場合は右と左あんまり,こうあんまり影響はないのかなって、まあ、あの左利きの選手がいればやっぱりこれでとマと牧野のところ使いたくはなるんですけどもどっちも右利きの場合はそんなに、まあうん、こう絶対こっちっちゅうのないのかなって感じがまあしておりますのでそこは、まあえー、うまくやっていくのかなっていう感じがしますけども、まあ、それでまあ右サイドバックに酒、えー、井弘樹が入るということで、まあ、このままいけばこの形が一番まあ無難なのかなっていう感じが、えー、しますけどもねただこれだけで面白くないという ということでございまして次が3バックのパターンを一応用意しましたということでまあ3バックの場合は真ん中にショルツ選手が入るんじゃないかとで右3バックの右に酒井選手もあるのかなと思っていますここはただまあ西選手が入ったりとか、まあ、もしかしたら西選手はボランチとか、まあ、もう1個上のウィングバックのところで起用される可能性もあるということでまあ西の良さに関しまして後からまあお話はするんで、まあ、そこはちょっと置いとくんですけどもこれでやっぱ3バック になってんでまに、あ、酒井選手、牧野選手が高い位置を取ることもできるでそこをやっぱり柴戸伊藤敦樹というまあセンターバックのところに降りてプレーするのを、まあ、無難にこなすことができるこの伊藤敦樹と柴戸選手がいることで、まあ、牧野選手、酒井選手が高い位置を取ったとしても後ろは結構安定することが、えー、できるのかなって感じもしますしまあそもそもショルツ選手がまあ闘陵並みに、えー、結構高い位置を取るとプレーの中で流れの中で高い位置を取ることがあるということなんでまあ、特にこれやっぱり伊藤敦樹、柴戸っていう守備的な選手 選手をボランチに置いておくことによって後ろがまあ攻撃参加をした時のフォロー役としては結構この2人ばっちり合うんじゃないかなと思っておりますけれどもねでじゃあウィングバックになるとどうなるのということで、まあ、ウィングバックはやっぱり走力と体力そしてこの、ね、トランジションの部分が結構求められてくると、まあ、高い位置を取ることももちろんありますしでも守備の時はファイバックの一員になったりとかそこは結構激しい運動量が求められるということで、まあ、やっぱ左サイドのウィングはまあ秋元選手ウィングバック左は秋元選手 いいいのかなと思いますし僕はこの秋元選手が左のウイングバックに定着するとまあ僕は多分日本一のウイングバックになれるんじゃないかと個人的には思っておりますけれどもねで右,右はもう田中達也かなっていうのはこれは僕の中でやっぱりうんこのなんだろう大分時代大分の時の田中達也を見ているとやっぱり彼はウイングバックが一番似合うと言いますかこうシャドウで使われることも田中達也選手ありましたしシャドウで起用されて結果を残すこともあったんですけど、まあ どちらかというと、やっぱりシャドウよりもこのウィングバックでこうピッチを広く自由に行ったり来たりするこの田中達也の良さがウィングバック、そっちの方が僕は活躍していたイメージがありますので僕はやっぱりシャドウのあるまあこのシステム3421を使うのであればシャドウよりもウィングバックの方がいいのかなって田中達也はやっぱりずっと大分で見てた感じですけども僕は思いますね。で、ワントップ、ツーシャドウのとこですけどもやっぱり小泉、ユンカーは外せないで関根をここで使うのも面白いかなと。 まあ、この間、あのー、ビッセル神戸戦ではツートップというか、まあ、トップ下のような位置で、えー、関根選手起用されていましたけども僕はやっぱ真ん中、真ん中中この、まあ、シャドウのところをやらせても面白いと思いますし、まあ、ファーストディフェンダーとしてこの関根と小泉が一気に、まあ、ボールを奪われた瞬間に逆にかスされてショートカウンターみたいなのを、まあ、イメージできるのでこの2人置いておりますが、まあ、関根の場合はもともとミシャの時にウィングバックやっていましたのでこう関根と田中達也入れ替えてもんいいのかなという感じがするんです ですけどもやっぱりそれよりも田中達也は僕はやっぱウィングバックで、まあえー、輝いているところをずっと見てきましたのでそういう意味でやっぱ田中達也、えー、置いておりますねで最後同じ3バックなんですけどもこうなったら面白いかもしれないということでございまして3、まあえー、バックは変わりません牧野・処理とツ井で変わらないんですけどもやっぱりボランチのところをですね武田置いているということでまああの三社時代の,あの柏木みたいな役割が武田選手できればいいのかなって、えー、感じで思っておりますで伊藤選手が、まあ 昔で安倍の役割をやるみたいなそういうイメージがやっぱど,どうしても僕の中でこ3421システムってえあってですね、まあ、もちろんミシャの時とも全くメンバーも変わっておりますので、まあ、全然、ね、ミ,シャミシャ式をやるというわけではないんですけれどもやっぱりここボランチのところに一枚パサータイプが欲しくなるかなとやっぱり見ていて思うやっぱり今の裏の構成メンバー構成的に言うとえボランチでパサーの役割ができるのは武田、まあうん、ボランチの武田がどこまで通用するかというのはまたこれまだ別の話でございまし 難しいところでありますしまそれこそまあ武田選手、このワントップ2シャドウであればまああの武田選手、だからもうシャドウのところでそのまま使ってもいいと思いますしまあ小泉、武田を並べた方がシャドウのところ1トップ2シャドウの2シャドウにえ武田、小泉を並べた方がまあ未来感があってワクワクするはするんですけどもねで右ウイングバックに西選手を置くということでまあ最初、途中言いかけたんですけれどもやっぱり西選手のいいところってもちろんそのねプレイスタイルとかまあえそういうところもあるんですけどもやっぱりこの その選手立ち位置がしっかりしているポジショニングが素晴らしいということで例えば今シーズンの西選手のいいところって一つ一つの丁寧なプレーも、えー、そうなんですけれどもやっぱりその都度その都度その試合の展開流れにおいて一番自分がいるべきにいるそういうポジショニングを取ることができるのが、えー、西選手と僕は持っておりますのでそういうことでいうと酒、まあ、井選手が高い位置を取ると今度は西選手が1個下がってみたいなそこのまポジショニングのこの流動性が非常に右が特に生まれるのかなっていうのと、まあ それでとこの逆に武田選手が高い位置を取った時に西選手の時きにそこのボランチのところ西選手が埋めたりとかこのボランチというかこの西選手のボランチがどこまでやれるかというのは正直分かりません。まあ、メディアでは結構西ボランチできるとかまあ言われてはいますし僕も西がボランチできることはもちろん重々承知ではあるんですけども実際に西のボランチを見たことは僕は1回しかないんですあの鹿島アントラーズのとき天皇杯かなんかで1回だけ西のボランチを見たことがあるんですけどもそれ以外の西のボランチでのプレーは 見たことがないので、いや、西ボランチできるよっては言えるんですけども、もいや、こういうプレーがね、ね西をボランチに置くことでこういうことができるよっていうのは僕は言えない、それを言うのはさすがに無責任と思いますので、そのボランチ、西のプレーはまあともかくとして、まあ、このシステムでいうと、さっきも言いましたけど、酒井選手が高い位置を取れば、この西選手が1列で下がって、3バックの右を務めることができるで、逆にこの武田選手が高い位置を取ると、西選手がここにいますので、このボランチのところでプレーができるとか、そういう流動性 それが非常に生まれるかなと思って、まあえー、西のこのウィングバックもいいのかなって、えー、思っております。であとはまあワントップ、ツーシャドウのとこですけども、やっぱ小泉は置いときたいっていうのと、まあ、ユンカーはユンカーですね。で、やっぱコロキ、うん、コ梠、ロキ選手でございますけれども、やっぱり90分間見たいというか、スタメンで、えー、見たい。やっぱりなんだかんだ言って、やっぱコロキ選手が今のチームで一番ボールが落ち着きますし、まあ、あのこ,んこの間もあのユンカーとコーロキ選手が同時期をされた時間があって、まあ、天皇杯ですけれどもね。 よりも、まあうん、トップ下のようなユンカーと縦関係になる時間が多かったのが天皇杯後半の富山戦だったんですけどもそこでやっぱりボールが収まりますしコールキーが少し降りてきて、まあ、ウイングバックとか、まあ、サイドハーフの選手に、えー、パスを出すとかそういう、まあ、中盤でタめが作ることができるそういう意味では、まあ、コロキー選手もともとサイドアタッカーとか、まあ、フォワードいろんなとこやってきてんで。で もともと高校時代、このコロキー選手って高校時代は、まあ、トップ下の選手でございまして、ですね、まあ、どちらかというとパスの配球役だったのは高校時代でございますので、もう一花ね、ねこれもベテラン、コロキー選手、ベテランになってきましたけど、もう一花、この J リーグで花を咲かすには、本来のポジションである、本来というポジションでもないか、まあ、あの高校時代のポジションであるトップ下とか、シャドウの位置で起用されることによって、もっとこのコロキー選手、新たな道を開拓できる可能性もあるのかなって、個人 的には思っておりますし、まあ、ここから、ね、ポジションちょっと下げて活躍する選手、まあ、結構いますし、僕は全然ありと思います。まあ、ただ、ちょっとミシャ時代とか、えー、ちょっと昔を遡ると、あんまり興キー選手のシャドウって、あんまり正直、えー、いいイメージはまあないんですけれども、それにしてもやっぱり興キー選手がもう一花咲かすには、ユンカーとの勝負も,もちろんいいんですけれども、まあ、シャドウのところで使って、さらにもう一回才能開花みたいなことがある可能性もあるのかなって個人的には思っておいて、このフォーメーションにしておりますが、まあ、どうでしょうね。 素直にち4 5 1でやる可能性も高いと思いますし、3バックでやるなら、この1個前の形にする可能性が高いと思います、これ、だから最後に関しましては、僕、ロマン枠、ロマン枠と思っていただけたら結構でございますけれどもね、何にせよ、ですねショルツ選手、そして酒井選手の加入によって、3バックも十分可能になって、そこからいろんな可能性が広がる、そんな後半戦になると思いますのでま、まだね、の多分酒井選手にしても、ショルツ選手にしても、起用されるのは8月ぐらいじゃないかなって 思います特に酒井選手はおそらくオリンピックがある東京オリンピックのオーバーエイジがあるということでおそらくまあ8月下旬ぐらいの、えー、起用になってくるのかなって感じで思っておりますけどもさ、えー、どうなるか非常に楽しみでございますね、はいえー、ということで、えー、以上になりますね以上パルブンジェレグサッカーチャンネルのつつんでしたよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますその